1913年2月の広告ハミルトンはアメリカ発祥で現在はスイスのスウォッチグループ参加の腕時計ブランドである。生産モデルは宝飾腕時計からミリタリーウォッチまで幅広い。一般的な時計メーカーとは異なり中小の時計企業の合併により誕生したのが特徴である。社名は発祥の地ペンシルベニア州ランカスターの土地の下、所有者で、 ペンシルベニア植民地総督及びフィラデルフィア市長も務めたジェームズ・ハミルトンにちなむ。最初に生産された懐中時計であるブロードウェイ・リミテッドは鉄道に正確さをもたらした時計として知られている。以後、ハミルトンは鉄道用時計のメーカーとして有名になった。1910年にはアメリカ陸軍への納入が開始。1912年にはハミルトン社の軍用時計が 標準支給品となり、第一次世界大戦を通じて兵士にも行き渡り、知名度を高めた。1930年に民間航空会社ができると、航空用時計としても採用された。第二次世界大戦中は、アメリカ軍へ、船舶用の特殊時計、マリンクロノメーターを生産し、軍用時計としての地位を確立した。1966年の スタンリー・キューブリック監督の2001年宇宙の旅を、はじめ、メイン・ブラックやイントゥ・ザ・ブルーなど、数多くの映画に自社製品を積極的に登場させている。中でも、1961年公開のブルーハワイでは、エルビス・プレスリーがベンチュラを着用し、また、撮影後も愛用したと言われている。なお、これら70本以上の映画は公式サイトの、 ムービースターウォッチズのページで紹介されている。ありがとうございます。